ガッチョって言ったことない。ガッチョ朝市やってはるんで、今やってます。天ぷら屋さんですよ。いらっしゃいませ。パン屋なんですか？すごい大金持ち。金さんのから金とってなんたらすごいんです。うん。出てる、出てる。ちゃんと。携帯ぐらい出てる。名前がこれなんです。色は四十八グラって言って、はい。まあ四十八っていうのはまあたくさんあったっていうことで、そういろはグラって言われてるんだけど。はい。ここはそのオクラなんですね。これもクラですか？これもそうです。この辺も。この両方ともね。二つも？これがクラや。これ、これ、これもクラやし。おぉ。それも、ああいうとも、全部これクラやった。はぁー、すごい。はい。龍子とかね。龍、虎。龍子。ちょっと違うな。雲龍やな。力石って言って、力自慢、キソキソキ、ね、もうここはもうほとんどもう海やから、その海には狙つくわけです。そうです、先生大好きから、もうこの蔵の中に物を運ぶっていう。ああ、そういうことだったんですか。そう、ちょっとだけ見えてる。これですか？この道が。これが井戸なの。すごい扱いでしたね。いや、大阪にもね、漁港あるよね、やっぱ。もう隣のところで青空市場のがあって、そこでもうすぐに店に出るわけです。だ今も青空市場行ったら生きた魚が並んでるわけ。激戦地でしたね。これを食べさせるんじゃない。へえ。うわ。あそこには関空があるもんな。